久保さん。なんかね、ショート動画ね、今だいぶ盛り上がってきてますけども。今回ね、Google にしましょうか。Google ね。Google が、僕、この Google のすごく好きな言葉があって。Google がこのイノベーションを起こすときにね、大切にしている言葉があるんですよ。Google。Google が YouTube を買収しました。まあ、Google がね、YouTube を運営してるんだけどもえ。Google がイノベーションを起こすために大切にしている言葉。 これは何かっていうと、志は大きく、スタートは小さく。志は大きく、スタートは小さくと。そう。まあ、Google がね、YouTube を買収した時って、誰がここまで YouTube が大きくなるかっていうのは多分想像もできなかったし、買収金額がすごかったんですよね、当時。そんな破格の。しかも赤字でしたからね。YouTube、YouTube 買収金額。これ多分ね、相当すごいですね。2000億円ですね。 2006年10月 Google はスタートアップ企業だった YouTube を16.5億ドル、約2000億円で買収すると。2000億ですね。<laughs> すごくないですかうん。2000億円ですよ。スタートアップの企業。Google が作ったわけじゃないですよね。うん、YouTube っていうのは。で、買収して、まあ Google が、まあその後は育ててたんですけど、まあこれね、まあなんだろうな。 うーんでも最初のスタートっていうのはね、まあ、YouTube に一番最初にアップロードされた動画っていうのもう、あのこれも結構何億回回ってるんですけども、何十年前にその一番最初にアップロードされたやつがゾウさんですかね。ゾウさんの前でなんか喋ってるっていう動画なんですけど、それは何億回回ってるんですけど、<laughs> YouTube に一番最初にアップロードされた動画もそんな感じで、要はまあどんなでかいことも最初はまあ小さいことだったりとか、まあ、日の面を浴びない。 誰もが YouTube がここまでになるとは思わなかったけども Google が、あのー、そのスタートアップの、ね、会社を買収しなければここまで、えー、なることはまあなかったし多分なかったと思うんですね Google だったから多分スタートアップの会社がそのまま YouTube を運営してたらここまでにはならなかったんじゃないかなと Google だからできたと逆に言うと Google だからこそこういう指針というかねものがあるから、まあ、今後大きくしていくぞと だけど、最初は小さい会社でもここを買収していくみたいなね。なんかそういう、だから僕は、これ、Google やっぱすごいなと思ったのはね、あの、YouTube をね、まあ結果論ですけども、まあうまくいかなかったことも多々あると思うんですけども、う,ん、うまくいく結果を出した、そのスタートっていうのは、えー、スタートアップのね、えー、会社を Google が買った、その小さいことですよね。小さい会社を。 あの買収した頃から始まったって話ですね。はい行ってらっしゃい。